本家さだますね、ちなみに今のやられ方なんだけど、あの海外版だとあれで真っ二つ、真っ二つだってます。あの発生条件がすごい緩いんで、海外版でやると毎回グロ画像になるっていう、ちょっとねえ、やっててちょっとね飽きてくるゲームなんですよ、ね、まあガチ大江戸ファイトなんで。あ、カッパで、カッパで、で、A パスはみたいな。もう一回言っとくな。見た感じで選ぶんだな、やっぱね、その辺でしょ。これでしょ。これ見た感じこれでしょ。これ大阪くん詳しいんじゃない？そうそうそう、魚流れがあるの、このキャラ。そうそう。ちょ、シグルイのやりすぎ。魚流れはリーチが長くてかかんなくて、ダウンにも当たっても当たったら 3,4 割いくからめちゃくちゃ強い。しかも自分はダウンする。そう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 。で俺ゲーセンで本当にそれしかやんなかったら今度クズッシュなんかよくわかんなくて中断しかないから、あれどうやって勝つんだっけみたいな。よし、いや、これ超かっこいいっしょこのキャラ。マジで。もうね、こいつストーリーが超かっこよくてマジやばい。これ逆流れのコマンドは A プラ R で構えてボタンを押せば出る。長い長い。あれの対処はガードしか何もありません。であとはロングレンジスローがあるんですね、このゲーム、ね、ロングレンジはありません。やっぱロングレンジは抜けやすいんで、あんまり使いたくないんだけど。さあガードしても何もありません。でこの構えは弾きもあるんで、結構なかなか構えやすいです。そう、うかつにこうやって投げとかやっちゃって魚流れを食らうと死んじゃう。いや強いね。あ、実はですね、あのエンジェルステップ連続入力みたいなのあるんですよ、このキャラ。あ、ありますね。波動波動波動みたいな。でその間にあの K を押すと堕落払い出ます。あのステップの出始めにやらないと出ない。そう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 。さあもう僕はゲームセンターでは奈落払いか魚狩りしかやってません。これは一番正しい選択肢です。そう、あの魚狩りを潰すには本当に出始めにこうやって当てるぐらいしか対処がない。構えられてしまってから攻撃を出すのでは間に合わないです。やばいね、こうなっちゃう。ガンの飛ばし方がすげえやばいと思うんですよ。そう、これでタイムアッパーで粘れば勝てるっていう素晴らしいキャラです。で、あとはどう崩すかですよね。そう、崩しがね、このキャラ弱いんでね、 1K とかで崩していくかなって感じですね。 1KK でゲダンゲダンって出る。あ、ちなみに投げ抜けはあの投げと同じボタンです。で反応して抜けれるから、で抜け一択なんで。はい、最終戦坂流れは当たるのか。ロングレンジこれ投げ減るんだよね、このゲーム。めっちゃ手を出したらこうなります。そして間合いが離れる。あと76カウント粘れば勝てますよ。いやー引きますね。無理して手を出すとこうなるし、あの中途半端に攻撃を出すともうガードポイントがあるんで間違えちゃう。なるほど。ということで、こいつのお辞儀のモーションがひどくてな。俺大好きなんだよこのキャラ。
なんかお辞儀覚えたての外人っていうキャラでね。そうそう、まさにその通り。すまんとかカタカナだから、すまんとか相手の方見てるからね。はい、それでは続きまして、はい、じゃあ、どうでしょう。じゃあ死にかけさんと渚さんで、はい、どうぞよろしくお願いします。まあ、こんな感じでじゃんじゃんこう回してみてください、はい、おお、あれ J だアフロ侍再びです。え、どう見えない。ああ、あのサムライスピリッツ戦はちょっと画面が暗いんで、暗いステージ選ぶときついですね、このゲーム。ああ、そうそうそう。暗いステージで半蔵選ぶと本当に闇の中から手裏剣飛んでくるんで、やばいっす。まあ、これが本当の闇劇ってやつですあの、僕一回闇劇っていう大会開いたら、エンターブレイからガチで怒られて。あの、本気で訴えるぞっていうことがある。タワー撃は許されたんですね。そう、タワー撃は許すもんなんですけどね、ちょっと。闇撃頑張りすぎちゃって。ああ、なるほど。魚がキャンセル、投げっていうのがあるんですね。そうですね。で、右側のキャラは、あの、スティーブのダーティーフック、ダーティースマッシュか。はいはい。エランチ上なんですけど、バンパーで思ってます。おー、ガードフローを投げて。でこのキャラ、右側のキャラだけなぜかあのバーチャーのバウンド技みたいな技を持ってて、渡した後になぜかバウンドできるっていう、まあ、バウンドからバウンドがいかないんでちょっとそこから残念なんだけど、あー、これが超日技です。おー、なんだこれ。魚がね、2連発、これ当たるとめちゃめちゃ痛いです。あの、センサムはあの怒り爆発で超飛が出せんだけど、超飛の時に何も安定もないんで、超飛出してるかって全然わからないと。なるほどなるほど。すごい地味な技が多いんで、むしろ通常なのが派手だぞっていうキャラが多いから、なんか、そう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 、ゲンジロウやばいっす。あ、今のがまさに下段上段の。投げ入って、横台、やっぱあの近距離で出す投げはすごいあの抜けにくいんで、猶予が抜けとかより近い、まあ、減りますね、やっぱり。これダウンにまだって出てたらしいんだ。ああいうチョッケさあ、坂流れの構えキャンセルしながら攻めてガッパー入って、あー寝たまま。今のが一戦してあのすごく発生が遅いんだけど、当たれば7割出る技です、ね、逆転用ですね。そうですね、体力が少なくなった時に体力ゲージを使って、その時に出せる専用の技です。まあ、ガード硬直もすげえ長いんで、大切りを食らってしまうぐらいの、だから本当に超ハイリスクハイリターン技です。投げ、はい、あ、大切りが潰された。まだ体力は J がね落ちてるんで、あ、来ましたね。おー、まさにあれがばあちゃんのバウンドにちょっと近い。なるほどなるほど。さあ、それでは次どうでしょう。おっと、ここで
ここで、あの、なんだ、違うのか。いや、マジ、具志堅さんやるのかと思った、このゲーム。はい、それでは、ぜひ、上がってきてください。では、もうお一方、はい、ありがとうございます。あ、ガンガンやりましょう、ガンガン。キャラは何で行くんでしょうかね。おっと、シャルロットとキム、あのキムカファンの、まあ言うたら祖先みたいなもんですね。これからこのキャラはなんとか不思議な武器持ってますよね。そうですね。あと砲脚持ってますから。砲脚持ってるんですか。持ってます。そう、砲脚、比叡山、半月山、半月山、まあ、うん、代表的な技は全部持ってますよね。はい、なるほど。見せてみろお前の覚悟のほどを。さ、まあどっちもリーチが長いんで勝負、前のハンデは全然ないって感じですね。ダサいっすね。あ、さっきのジャンプしてつく技がコンボ指導で、しかも加感がないんで、かなりうざい技です。これでこれです。浮いてコンボ入れて、あーちょっと見つけた。カカンからこっから、あ、あれ、あれ第2で追撃できたんですけど、ちょっとミスクラス。パワーグラデーション、パワーグラデーション、もうこれ1から持ってるシャルロットの技で代表的な技ですね。これ下りに判定あるのすげえ面倒くさい。チャンスで、しかも一発目でも空中コンボいけるし、やっとつけばかかんないから、かなりヤバい技です。でキムヘリオンもカズキと一緒でジャストが命のキャラです。はいはいはい。キムはカズキよりも火力がちょっとしょぼいんで、なかなか立ち回りが要求されるんで、しんどいキャラです。なるほどなるほど。砲脚が一発決まると反動持っていくから結構楽しいです。もう壁ぶっつかるんですね。壁やらではあるんだけど、そこからの進撃があんまり入らないんで、結構あんまり壁で死ぬってことはあんまりないです。おお、キムはこうやって細かい下段を出して、最後にジャストを出て味覚を持ってくる。そしてまあ頑張るしかない。ちょっとキムはなかなか火力の面で残念なことになってるんで、そこは大変ですね。結構センサムの下段は遅いように見えて見えない技が多いんで、足払いは結構ね、集中してないと見えないんで結構大変です、ね、なるほど。確かモーションはキャプチャーしないはずだから、そういう意味で見にくいかもしれない。長い、あれは本当長いですね。横で避けないとどうしようもないんです。細かい中段下段、キムはちょっとこうやらないと逆にリスクが高いんで大技が取れないんです。あー今の砲脚ですね、当たれば5割だったんだから、まあしょうがないです。あー、あれ砲脚の最初の砲脚なんだ。そう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 、ガロツみたいに空中ではいけない。うおお、これがまあいい距離で運んでいけば6割近くもいい。結構このゲームはガードされて弾かれる技が多いんですけど、まあそういうのは加算がないんで。なるほど、そういう手は結構めんどくせえ。めんどくせえこれ。